待望の吉報が届いたが、喜んでバカりはいられない。西との交渉役を務めた晩、神谷本球団本部長は今後予想されるオリックスへの人的保障のプロテクトの人選について言及。矢野監督とも相談しなが羅針丁に進む目で行く子を絵を強調した。監督と相談しないといい勘でしょうね。まだこれからですけどね。勝手にしょかな。見てください。いいね。冗談めかしで笑ったも、のの新たな難題とな理想だ。現状の来季戦力から外国人、今年のドラフト指名選手を除いた54人が対象。幸い今季国内 FA 権を取得し、クッキーは日本人扱いとなる。メッセンジャーは対象。外でイリラないみたいですね。 NPB にもだイブ前に書く任しましたと話したが、将来有持ちなジャクトラをどこまでプロテクトで切るかが問い題だ。ベテランとはいえ、福留、藤川、鳥谷、ら功労者を外す選択は難しい。枠は28人。育成重視の金本政権からの流れで不動のレギュラーが不在の一方、殻を破りかけている若手が多い現状。西を取ったが将来有望な若手王子でいかれてはとはしたくない。今後はオリックスの補強ポイントやチーム方針を吟味した上でダメ字は最小限となるリストアップが求められる。西は席西に残ってくれて、そうでもタイが水を選んでくれたのは大変うれしく思っていますと安堵の表情を浮かべた同本部長。次の仕事でも最善の選択を目指す。選手1人プラス金銭もし区は金銭のみ、西は年4ランク B と予想され、阪神オリックスに選手1人プラス金銭もし区は金銭のみによる方超が必要。 FA 権初行使の西の保証期待は人的保証があるが、豪今期年方1億20ゼロ万円推定の4.0% 48ゼロ万円金銭のみでは年俸の 60% 720ゼロ万円になる。来期日本人扱いのメッセは対象外。人的保障のため2番神は契約締め結ぶの公示日から2週間以内に外国人選手ドラフト侵入
男選手とプロテクトさ出た28人を除いたし、配下選手名簿を提出する。なお今オフに FA 権を取得し、日本一選手扱いになった。メッセンジャーはフリーエージェント規約第10条球団の保障において他外国人選手とになされるためプロテクトの必要がない。すべての保証他契約締結公示から40日以内に行われる。